はい、どうも、こんにちは。はい、このチャンネルは、兵働鉄利の一人遊びのチャンネルの、芸人の兵働鉄利です。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、私、高校野球松山商業で野球やっている、空の社会人の常石というところで野球やっていた、そんな私、芸人がですね、高校野球の地方大会や、甲子園の結果想を想合していくチャンネルとなります。高校野球が大好きな方、そして野球が大好きな方は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。 さあ、言うところで行きましょう。今回はですね、今日、えー、秋の大会の地方大会が行われて、えー、とんでもない試合結果があったと、えー、話題になっているので、今回動画にしました。はい、その大会がですね、えー、高校野球の秋季大会、栃木、はい、2回戦、今日行われました、宇都宮の清原球場ですね、国体が行われる場所ですね、国学院栃木、今年の夏ね、栃木で優勝して、全国大会でもフィーバーしました、国学院栃木対、 宇都宮商業の試合があったんですよね。えー、その試合の結果、このような感じになっています。とんでもないランダ戦ですよね。一体何があったんだと。えー、見たらわかる通り、1回と2回で宇都宮商業が7点、3点と10点取ってるんですよ。はい。えー、最大10点差あった試合を跳ね返したというね、えー、今年の夏甲子園出場した国学院栃木が、えー、新チームとなって県大会の初戦に挑んだんですが、延長13回のタイブレイクの末、 さよなら勝ちを収めました。えー、両チームの合計安打数が37本。はい。3時間26分の激戦を終えて、えー、監督さんはですね、まあ非常に苦しかったと、インタビューで答えてるみたいです。まああの、甲子園で投げていた国学院土地のエースピッチャーの森永くんはですね、えー、3回から3番手として、まあマウンドに上がったみたいなんですよね。なんでまあ、初回と2回はね、まあエースピッチャーの森永くんが投げない状態で10点取られました。 ま、これが怖いんですよね。そのエースピッチャーを毎回毎回投げさせるわけにはいかないので、やっぱり2番手ピッチャー、3番手ピッチャーがいないと、えー、甲子園では勝てない、夏の大会は勝てないというところで、まあ、エースピッチャーの森永君に全部投げさせるわけではなくて、2番手ピッチャー、3番手ピッチャーが投げた時に、この展開になっちゃうんですよね。 これがね、昔の高校野球と今の高校野球の違いっていう部分はあるので、まあそれでも10点差を打ち返すっていうのはやっぱり国学院栃木も、えー、すごいな。やっぱバッティングね、去年夏優勝して、あ栃木大会で優勝して、えー、甲子園でね、智弁和歌山を倒したっていうのは伊達じゃないのかなと思います。 まあね、去年の夏甲子園出たエースピッチャーは残ってるから、森永くんがいるから絶対に国学院栃木今年の春、甲子園出るでしょっていうのは確定しませんし、また新チームっていうのはもうガラッと雰囲気が違いますからね。えー、でもこの10点差を跳ね返したっていうのは、大きな自信になるんじゃないかなと思います。新チームでね、国学院栃木が。まあやっぱりね、今日の試合を見たらわかると思うんですけど、10点差ついたとしてもやっぱり諦めないっていうのは大事ですし、 やっぱりね、あの、甲子園で出てたチームって、秋の大会がすごい不利な大会になるんですよね。これなんでかというと、えー、夏の大会、県大会で負けてるチームっていうのは、7月の段階でもう高校野球が終わってるのよ、3年生の。新チームの練習が7月から、7月末からもう行われてるんですよね。で、8月1ヶ月丸々練習して、練習試合とか重ねて、そして9月の中旬ぐらいから、えー、秋の大会が始まる、えー。っていう流れなんですけど、 甲子園に出たチームっていうのは、8月のお盆ぐらいまでは、やっぱり新チームの練習ができない環境ではあるんですよね、えー。っていうのも重ねた上で、なかなか新チーム作りっていうのが、えー、難しい、えー、っていうのが現状だと思います。えー、そんな中でもこうやってね、えー、10点差を跳ね返したっていうのは、国学院土地にとっては、えー、非常にプラスになる試合と言いますか、一気にこの1日で、この1試合でね、成長ができますので、高校生の成長のスピードって著しく速いですからね。 良、えー、よかったんじゃないかなと思います。まあ、他の県でも、えー、秋の大会が行われてまして、えー、神奈川県はね、えー、4回戦で、東院学園が延長11回の末、総洋高校に6対5で敗れるというね、まあ、ちょっと波乱もあったんですが、で、4回戦はね、東高学園対、えー、東海大相模で、えー、東海大相模が6対0で勝利ということで、えー、明日かな明日の土曜日、えー、神奈川県は準々決勝の2試合が行われて、 そのうち試合が、慶応高校対東海大相模ということでね、僕のね、あの動画でも紹介してるんですが、松本ジョセフくんっていうね、えー、とんでもない体格した、もうね、あの、プロ野球選手に負けないぐらいの体の大きさを持ったお父さんアメリカ人のハーフの子がね、注目のバッターで6番か7番ぐらい打ってますので、えー、神奈川県の人はこの東海大相模対慶応、えー、見に行く価値はあるんじゃないかなと思います。 ただちょっと明日からね、雨が結構降るみたいなので全国的に、えー、試合が行われるかどうかはちょっと微妙ですが、えー、東海大阪みたいに慶応は注目だと思います。えー、またね、他の県でもね、えー、もうここの高校負けちゃったよとか、えー、ここを勝ってましたよとか、えー、なんかそういうのがあれば、えー、コメントで結果で教えてほしいなと思います。はい、ということでね、もう春の甲子園をかけての、え試合が始まってますので、えー、どん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 秋の大会をね、追っていきますので、皆さんよかったら、えチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。 はい。ということで今日の動画はここまでです。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは